ホーレス・メイナードホーレス・メイナードはアメリカ合衆国の政治家、テネシー州県事総長、連邦会院議員、及び郵政長官を務めた。1814年8月30日、メイナードはマサチューセッツ州ウェストバーローにおいて、エフライム・メイナードとダイアナ・コグズウェルの第一子として誕生した。メイナードは地元の公立学校で教育を受け、 1838年にアマースト大学を卒業した。メーナードは大学卒業後、テネシー州ノックスビルへ移り住んだ。1839年、メーナードは東テネシー大学に講師として採用され、翌1840年に数学と博物学の教授となった。メーナードは1844年まで教授を務めた。またメーナードは法律を学び、 1844年に司法試験に合格した。メーナードは1845年にノックスビルで法律事務所を開設し、1857年まで弁護士として活動した。またメーナードは1852年大統領選挙でホイック等の大統領選挙人を務めた。1856年、メーナードは連邦会院議員に立候補した。メーナードは ホイック党、ノーナッシング党、反対党、及び連邦主義を掲げる諸政党の指示を受け、当選を果たした。メーナードは1857年から1862年まで3期6年連続で連邦会員議員を務めた。会員議員退任後、メーナードはノックスビルへ戻り、共和党に参加した。メーナードは1862年秋からアンブローズ。 バーンサイド将軍の下で従事したが、メーナードの資産は没収され、メーナードの家族はテネシー州東部へ追いやられた。その後メーナードは北軍政府下のテネシー州知事アンドリュー・ジョンソンを補佐し、1864年から1865年までテネシー州検事総長を務めた。また1864年大統領選挙で共和党の選挙人も務めた。1865年、 メーナードは共和党員として合衆国会議員に復帰した。メーナードは1866年7月29日に着任し、その後1875年まで5期10年合衆国会議員を務めた。第43議会で会議員交通会委員会の委員長を務めた。またメーナードは1867年に協会集会議の議長を務めた。 メーナードは1874年に共和党からテネシー州知事に立候補したが敗北した。メーナードはその後1875年から1880年まで在トルコの合衆国公使を務めた。そして1880年6月にラザフォード・ヘイズ大統領から郵政長官に任せられ、ヘイズ大統領の人気満了となる1881年3月まで、 郵政長官を務めた。1882年3月3日、メーナードはテネシー州ノックスビルで死去した。メーナードの遺体はオールドグレー墓地に埋葬された。メーナードは1840年にバーモント州ロイヤルトンでローラン・グオッシュバーンと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。ありがとうございます。